皆さんごきげんよう、ラバルルでございます。本日もね、ユーロトラックシミュレーターのプロジェクトジャパンさんやっていきたいと思います。前回来ましたイカタ、こちらの方から本日はスタートしていきたいと思います。いや、晴天ですね。めちゃめちゃ気持ちいい、めっちゃ綺麗何運びましょうね。まあ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 、もう私もベテランですから、何かしらの、奥島多いね。ああ、四国中央あたりんじゃない？トマトケチャップ。四国中央じゃあ久しぶり行きましょうかね。あんまり行ってないですもんね、最近。OK! 電話、行っちゃいます。実際の交通規制に従って走行してください。あれ？ちょっと待ってくれ。仕事内容って、ここでってことかい？トマトケチャップ。トマトケチャップ、おぉ。ちょっと待ってくれ。ここに行けと。了解。なんであんな。実際の交通規制や道幅に注意して走行してください。グリッド。あ、パッキングかかってる。なんかさ、いつもこれ私思うんすけど、たまにものすごいちょっとよくわからない行き方しますよね。煮詰みまで84キロって。なってるけど、そういうあれではないんですよね、多分。あのピン刺してるところが多分煮詰み場所なんですよね。なのであそこに行けばいいということでございます。わざわざぐるっと回るまでもない。煮詰み場所のね、あれが遠かった場合はやっぱりね、ちょっと確認した方がいいね。あれでしょ、日本郵政のとこでしょ、多分これ。ここから気合で「オラ！」って「オラ！」って行けば大丈夫でしょ。オラ行けたら、こうやれば5キロになるわけですよね。わかるかい君たち。ショートカットっつうものが、あんな、まあ、考え方次第ですね。いやー、でも天気のいい日にこうやってぐるっと回ってくんのはいいですなー、これ。うんー、よいしょ。いや、ここいいっすね。またここでちょっと写真撮っとこう。オートスナックのとこで今度撮っとこう。いや、りょうさんがいる。りょうさんと一緒に撮っとこう。こんな感じ。いやー、いいっすね。いい写真撮れたじゃないの。OK。さてん。目的地はい、こちら。うん、了解。任せて、ちょんまげと。はい、と、カーゴー。いや、いいっすね。ていうか、こんなんさ、80キロも走ってたら、なくなっちゃうじゃないのね。若干急ぎだぜ、これ。OK。あー、間違った。右半なんだったわ。
OK。 こうでしょう。いや、左はむずい。こうでしょう。誰や。もうちょっとこっち。もうちょっとこっち。曲がってるってことだね。こういうことね。こういうことだ。はいはい。ギリギリじゃないのこれ。ずれてる。おお、大丈夫だった。Thank you。 いやー、なんとかなんとかいけたぜ。実際の交通規制に従って走行してください。ワンチャン夜になっちまうかもしれませんけども、まあ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 、行きましょうか。はいよ。あ、そうか、まだハルモット入れてんだね、俺。前回も外すっつって忘れてますね。誰だ。というところを私には言えないところでございますね。いや、いいっすね。いやー、ここも走り慣れましたよねー。いや、ほんとに。ほんとに思うわー。こういうとこ。こっちか。Thank you。フェリーでビョーンって行ければいいけど。ね、四国中央まで。あ、なんかあれです。光の線みたいの出てんね。まもなく右方向です。はい、了解。右方向です。先行っちゃいまーす。はい、ありがとうじゃん。見えるスピード。次何のトラック乗ろうかな。スカニアね、ちょっと結構ずっと乗ってたんで、まあでもあれか。その前にあれですね、私プロフィア乗ってたんで。プロフィア乗って、あれですね、デコトラ乗ってたんで、そういう風に考えると、そこまででもない。ね。ずっとスカニア乗ってる感じしましたけど、最初私これボルボで、あの、カツサムね、ラバちゃん仕様のやつ作ってましたので、意外にはそうでもないんですよね、多分。まあ、乗ってないといえば、あの、ダフ、ベンツ、イベコ、どこら辺かな。オン・ザ・ロードではね、あれ、マンをずっと乗ってましたから。まあ、マンもね、また久しぶりに乗っていきたいよね。プロフィア、ルパーグレート。いや、いいね。そこら辺もね、ちょっと今度乗ってきたいよね。さてと、追いついてきたと。いやー、今日ほんとねー、なんて言うんでしょう、役所に行ってきたんですよ私。でまあ車で途中まで行って、で、まあ、渋滞する道だったんで、まあ、
近く、駅の近くのコインパーキングか。コインランドリー行こうとしたけども。コインパーキングに、ちょっと車を置いて、電車で、行ったわけですよ。最寄り駅までね。で、まあ、着いてですよ。で、Google マップでさ、まあ、その役所のね、見て、で、まあ、これぐらいだったら大丈夫でしょうと。まあ、徒歩10分ぐらいでしょうみたいな感じで、目測でね、ちゃんとルートマップ出したわけではなく、目測でそんぐらいだろうなんつって言ったらね、まあ、ものの見事、35分ですよ、徒歩。何キロあったかわからんけどね、往復で70分ですよ、皆さん。往復70分ね、もう朝っぱらから歩くっていう、なんとも健康的な。で、まあ書類ね、持ってった書類が足んなくてね、まあ付属書類なんだけど。で、PDF プリントで、私携帯ね、自分のメインのパソコンで、Mac で入れられるんで、iCloud でね。で、デスクトップ開いてさ、PDF 出してさ、で、セブンイレブンに、プリントアウトしに行ったわけですよ。ただ、すみません、いきなり足りないなんて言われてさ、これ持ってきてくださいって言われる、その書類のね、目録に書いてないものなんですよ、それが。んで、焦っちゃってさ、んで、プリントアウトしたものが、全く違う日付のものでね、で、15枚とかのプリントアウトすると900円取られるんですよ、セブンイレブンは。プリントアウトで PDF の1枚50円ぐらいするのかな、わかんないけど。んで、それ2回ですよ、プリントアウト。約2000円ぐらい取られるわけじゃないですか、プリントアウトだけで。ね、んで、それ、またセブンイレブン往復で片道5分とかのわけです。ダッシュですよ。汗だくで。なんとも今日はね、心地よい疲れ方してるよ、ナバちゃんは。ああ、もうなんかね、チャーリー乗った時となんかね、チャーリーの時とまた違うんだな。気持ちよい、ここ、なんて言うんだろうね、あの方。なんだろうね、チャリの疲れ方とは違うんですよ。なんかね、大変でした。まあまあまあ、これがまた来週もあるんですよね。多分来週で終わるとは思うんですけども、ね。オートバイの TW のインプレをしなきゃいけないんですよ。あ、TW って言っちゃったわ。なんで、まあ、ちょっとそれをやるためにね、時間作んなきゃいけないんですけど、来週まで時間が取れないと。なんで、まあ、ちょっとあれですね。再来週。しあさって、しあさってじゃねえ。この次の週かな。まあ、ちょっと時間作ってね。やっていきたい。うん、危なっ、危ねえな、まったく。いや、いいっすね。いや、いい写真撮れましたね。うん、日本っぽいんですよね、この感じ。よくある風景。あるあるな風景なわけですよ。プロジェクトジャパンさんも結構走りましたね、私もね。もうなんだかんだ70回近く出しておりますけどもね。まもなく左方向です。はい。なんかあれですね。まあ配信と含めて出したらもう100回超えてるんですけども、ゲーム実況100回記念とか出したいよね。と考えてやっていきたい。うん、やっぱ違うんですよね、こう走り込む
で、またね、プロジェクトジャパンさんなんつうものは少しずついろんな拡張がね、ありますから、そういうところもね、私もちゃんと拾いながらやっていくっていうね、そういうとこ大切だと思いますね、本当に。ねえ、私も最初はね、あんなイラストのアイコンがドクロでね、やれば、まあ、ちょっと怖いだろうってなって、でまあ狼ラバちゃんになり、でまあ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 ね、ありがたいことに2000人超えまして、まあ最近軌道にもね乗ってきたから、やれそろそろライブ 2D だなんつってね、ライブ 2D のあれやってるわけですよ、モデリングね。でまあまあね、ライブ 2D のモデリングは思いのほかうまくいかねえななんつってね、え、うまくいかねえんだったらあれでねえのかと、ちょっと 3D 行ってもいいんじゃねえかと、いや、お話が出てるぐらいの感じなんでね。まあでもちょっとね、 3D はもうやっていきたいですよね。3D になったらね、嬉しい。まあでも私 3D になったところで別にダンスを踊るわけでもなく、今ね、私ラボちゃんが今言ってるところなんつうものはあれなんですよね、結構狭いところでやってるんで、これね、なんて言うんでしょう、ワッキングしたところでそこまで動かないみたいなね。まあまあ、飲酒配信がなんかしてるときにね、お酒をちゃんと持って、飲む仕草が出るっていうぐらいじゃない？ね。まあ、そういうのがね、ちょっと、あれなのかもしれないけど、ね、そういう仕草がね、出ることによって、親近感が出たりとかね、するのかもしれませんけどもね。まあ、そういうのね、ちょっと今後も、うまいことやってきたい。やってきたいですよ。ちょっとずつね、ちょっとずつ、成長したね、いろんな面で。で、4月になりまして、まあ、まだ10日ではございませんけども、私がね、本格的にゲーム実況をスタートしましたのが4月の10日と。いうことで、配信ですよね。初配信。なので、まぁ、ちょっとね、感嘆深いものがありますな、4月10日ね。いやー、1年もやっぱやると、ね、1年前のゲーム実況の、ね、動画なんてやっぱ全然違うんですよね。またね、最初、どんな感じで、やってれたらいいのかなって、ね、試行錯誤しながら、喋ってね、やっておりましたけども、なんだかんだ言いまして、あんまり、やっぱ、最初の方って喋れてないんですよね、あんまりね。なんで、まあ、そういうと、まあ、緊張とかあるんでしょうけどね、ああいうのね。何喋っていいかわかんないとかね。いやー、ほんとですなー、あればね。まっしゃー、まあ最近ね、ちょっと、こうやってゲーム実況をやってたりとか、まあ、ベーマルさんとね、エペックスやってたりとかしますけども、誰かと何かやるってなった時にね、まあ、気使ってなのか何なのかわかんないんですけど、危ないいやー、これ浜崎あゆみさんじゃないの。ということは、デゴトラだな。デゴトラの。まあいいけどもな。で、まあ気使って、あんま喋んなかったりとかするんすよね。なんで。まあ会話をね、ちょっと広げて、私の方も、まあ面白く、
合わせていくなんつうあれがあればいいんでしょうけども、そこまでのスキルがまだないってなるとやっぱね、2人でやるってなるといや、 やっぱ言葉数が少なくなっちゃうんですよ。それもあんまり良くないというところで、まあ、ちょっと考えながらね、そういうところもやっていこうかなと。なんでまあこうやってゲーム実況とかねやってる時なんつうものはまあ私しかいないので、まじコメントをいただくわけでもないのでね、ちゃんと一人で喋れる範囲で頑張っておりますけどもね。だからこれ配信とかでさ、最近ゲーム実況でグランツーリスモ7なんてやったりとかね、ホライゾンやったりしてるわけですよ。で、まあそんな時なんつうものはちゃんとね、一人しかいないから。はい、了解です。喋ってるけども、喋ってるけども、あれなんですよね、結構。左方向出口です。誰かとやるってなった時に、邪魔しちゃいけないっていうあの感覚。まあ、邪魔ではないんだろうけどもね。何なんでしょうね、アーマー譲っちゃうところとかさ、武器とかそういうところなんですよね、性格ラバちゃんの。なんでねー、なあ、なんかちょっとあれなんですよね、あれなのかなー、まあ、ちょっとずつね、そういうところも慣れてやっていけたらいいかなと。まあ、しゃべりなんで面白くしなきゃいけないっていうね、別にそんな気構えとかはないんですけどね。まあ、エピックスはちょっとあれですね、やっぱ言葉数は少なくなりがちですよね。はい、了解。ちょっと愚痴っぽくなっちゃいましたけども、右方向です。了解よ、大丈夫よ、右方向任せといて。はい、では右方向いきます。起きてる、なんだ、3人で引っ越し屋さんみたいなあれじゃない。 OK、いやー、四国中央なんか久しぶりに来た感じしますねー、これスーパー、いや、いいなあ、気持ちいいねー、なんかね、この風景いいじゃないの、いいじゃないの。いやー、3000人とかね、チャンネル登録行った時はどうなるんでしょうね。まあまあ目標は1万人ですから、3000人とかはね、まあ、通過点でしかないと思わなければならないんですけどね、ちょっとまあ考えていかなければいけない。ラバちゃんもね、直進方向です。了解。あ、ごめんなさい、行っちゃう。オッケー。あ、この間ね、入れたあのダンプのあれみたいなのがありますね。オッケー。いやー、いいっすねー、風情がある。風情がありますね。いやー、こういうの楽しいんですよねー、本当に。オッケー。いやー、いいっすね、この畑の道をまっすぐ進みながら。ここ前はエンジンモッドかなんかでね、インプレ取ったところの場所ですよね、ここね。はい、ちょうどこの先ね、ガレージありますけど、これ入れんのかい。左方向、はい、どう、了解。お疲れちゃんで、あ、スーパーか、ここ。はいはいはい、大丈夫よ。ハードカンパニーで来た、ここ。はい。ハードカンパニーの時と同じ、
場所に止めなさい。今日新鮮野菜フレッシュベジタブルス、いいよね新鮮な野菜。今度ねラボキッチンもちゃんと取ってきますからね。時間がなくて取れてないっていうのがちょっと申し訳ないけどもね。行きますんでぜひぜひ皆さんで、ね、楽しみにしておいてください。ファイルを左方向で入れていくのは難しい。見えないのよ。絶対ダメなやつだねこれ。よいしょ。ちょうど昨日あのトレーラーの運転手の方と話してて、左バックは難しいんだよね右半はっていう話をしましたけど、いいのかよこれで。いけてる？あ意外にいけてんね。あ間違った、あ間違った。OK。はいと、ここでこう入れつつこう入れてく。あダメだ、あーあああ最後の最後で最後の最後でやってしまったぞ。いやーこういうこともあると。これ坂に多分上がったんだねこれ。待ってください、ピクピクいってるけど、生き物のようにピクついてるけども、写真撮ろう。まさかのサムネ案件がこんなところで出てしまいましたね。はい、ということで今日は最後の最後でちょっと残念でしたけども、まあ今からねちょっと劣化して車の修理をちょっとしたいと思います。はい、ここちょっと鬼門ですね。あの坂になってるんですよ、ちょっと見えないけど、あそこの入れるところね、あそこに後輪を乗せてひっくり返ったっていうあれですね、寸断でございますね。なんで、まあちょっと次からね、気をつけていきたいと思います。はい。へこむわ、マジ。ということで、まあプロジェクトジャパンさんね、まあこういうところがあるから、まあやってて面白いんですよ。なんで、まあ次もね、こういうのを引き続き、ちょっとやっていきたいと思いますんで、ぜひ皆さん楽しみにしておいてください。はい、それでは皆さんまた次のプロジェクトジャパンさんでお会いいたしましょう。じゃあみんな、愛してるぜ。いやー、マジへこむわ。